野菜全然取れてないな。左方向です。え、大黒町に八百屋さんがあるって？いやいや、まさか大黒町の八百屋さんでお酒飲めるわけないやろ。はいどうも、ポンポンです。今日は大阪の大黒町にやってきました。八百屋さんなのか、それとも飲み屋さんなのか、いやどっちっていう外観の店に向かいたいと思います。外観は完全に八百屋さんですね。バナナの量、バナナ16本ついて300円です。薄すぎ、あ、薄い。もうロンスイカの季節やから食べたいな。いや、誰がスイカの種ついてるって。私もまだまだね。それでは行ってきます。この看板が目印です。店内はテーブルと立ち席もあります。メニューこちらです。すいません、立ってもいい、立ちでもいいですかね。どうしようかな。2杯飲んだらみたいな感じですか？とりあえずビール飲んだ。本当です、ね、とりあえずビールで。はい、お願いします。手袋をしてて8月で、ありがとうございます。よいしょ。なんと大阪屋さんではお酒を2杯以上飲む人は1杯目ビールを注文してください。このサイズで100円で飲めます。見てください、この泡ふわふわです。きめ細かいですね。それができそう。今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。ごめん、よく冷えてて美味しい。焼こうと全然ずるいぐらい。そうですね、次はちょっと頼まないと。アボカドの刺身も当たんねえはずだよ。あ、そうなんですか。アボカド刺身で当たんねえはずだよ。当たりますように。このような感じで酒のつまみもたくさんあります。うわ、すごい量が多いんですね。そう、一玉使う。はい、あ、そうなんです、はい、あ、そう、あ、そうですよね。すごい。でもこれで200円でこの量。そうです。 ありがとうございます。はい、どう思います？当たりっぽいですか？ね、綺麗。あ、まだ綺麗とか言って。アボカド刺身の量が多くてびっくりしました。半玉かと思ったら一玉まるまるで200円でした。はい、アップダメ。この量で200円です。わさび醤油でいただきます。当たりです。滑らか、当たりです。いい当たりやった。はい、いい感じに熟したアボカドです。うん、食物繊維めっちゃ取れますね。うん、美味しいな。今日はイケメンと同席です。飲み屋さんしながら八百屋さんもされてるのでめっちゃ忙しそうです。そしてまた外の果物がめっちゃ売れてるんですよ。
のビール100円で飲めるってめっちゃ幸せですね。もし2杯目をビール頼んだ時はジョッキで出てくるそうです。2杯目のお酒どうしようかな。最近ビールとハイボールばっかやからな。すみません、運営してもらったんです。はい、マヨネーズとかってもらえたりしますか？すいません、ちょっとわがままを言ってマヨネーズをいただきました。アボカドをわさび醤油で食べるのも好きなんですけど、マヨで食べるのめっちゃ好きなんですよ。あ、こっちです。アボカドおうと思ってたんですけど、ペロリといける。すいません、ありがとうございます。2杯目は久しぶりに梅酒のロックにしました。300円です。はい、はい。まめっちゃいい香りがしてきました。私のゼリカの、ありがとうございます。うわ、すごいボリュームすごい食べれるかなズリの塩焼きの量すごくないですか？ズリの塩焼き300円です。キャベツの量も多いし、これ何ズリあんのやろ。いや、これ絶対美味しいやん。一釣りがめっちゃ大きくてかなり歯ごたえがあります。次々来るお客様が全員会話されてて、常連さんに愛されてるお店のようです。うん、念願だった。野菜がしっかり取れる。キャベツもついさっき千切りにしてくださってたのでシャキシャキです。今はちょっと人手が足りないそうで、朝の喫茶はお休みされてるみたいで、夜の立ち飲み17時オープンになってるそうです。釣りが減ってない。バス釣り、うまい。あれだけ果物があったら何か買って帰ろうかなってなりますね。どうしようかな。ごちそうさまでした。お酒に入った2品完食です。ごちそうさまでした。果物もいいですか？お会計一緒でいいんですか？せっかくなので何かちょっと果物を買って帰りたいと思います。あ、店内出ますけど食い逃げしませんので。わー、どれにしようかな。果物もこんだけで200円。ビタミン足りてないからこのオレンジ4玉100円も引かれますね。オレンジにしよう。これも一緒に買って帰ってもいいですか？中に持っていきたいですか？はい、これもお願いします。本日は何和区にある大阪屋さんに行ってきました。このオレンジ4玉も入れてお会計は1100円でした。安すぎ。八百屋の方では基本的には果物をメインで販売されてて、日によっては野菜も用意されてるそうです。八百屋のオープン時間も日によって異なるんですけども、だいたい15時からされてらっしゃるそうです。新鮮な果物がめちゃくちゃリーズナブルな価格で手に入れることができますので、ぜひ皆様も大阪屋さんに行ってみてください。お仕事帰りに買いに来られてる方もめっちゃ多いです。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。めっちゃ行ってみたいやんと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、早く食べよう。